はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。はい、どうも、つりです。はい、というわけで、今回はね、僕、まあ、装備変えました。ボーゲで売っている、アーマーなんちゃらっていうシリーズを全部買いました。はい。で、あと、あれ探したかなと探したら、教会というものを見つけたので、教会で、腐った肉とか骨とかを1個、なんと2エメラルドで買い取ってくれるんで、それも全部買い取ってもらって、それで買いました。で、あと、前回の報酬で金塊を1枚もらったので、家買っちゃいました。まだ入ってないです。もう撮影するとき用に撮っときました。ということで、家買います。ほら、こうやって形でね、あと肉もね、もうメインは食料が肉になりそうなので、肉を買いまくりました。おー。なんとお前、It's my house ですよ。あ、めっちゃ羨ましがってる。いいなぁ、この家。この家いいな。いいだろう。村人も入れない仕様になってるね。めっちゃ、あ、かまどあんじゃん。かまどあればさ、この、お肉焼けるじゃん。お肉じゃないや。あ、お肉買えば、肉、生肉を買って自分で調理するってのも可能になったわけだ。あの、木炭屋で木炭を買って。なるほど。ああ、なるほどね。あ、で、ここはお風呂とかなのかな？おー、いいね。いいね、めっちゃ。めっちゃいいな、この家。俺結構好きだわ、この家。おー。おー、すごい収納がある。あー、修繕もできる。いいね。あ、やべえ、めっちゃいいじゃん、この家。超いいじゃん。ね。さすが、金塊一枚の価値は、前って言ってたもんね、さっきね。金塊一枚の価値はあるな。あと、確か、家の横に、あれなんだよね。なんか、あれがあったんだよね。畑。これ植えておこう。これ植えておこう。じゃ、これね、このワールドがね、1.7.2 でやってるんで、まだ、ジャガイモが最強なんです。ハートが3つ、スタミナが3つ回復します。だからいいんだよね。うん。ちょ、入れない。ってことで、まあ、ちょ、これもいらないな。いらないものとりあえず、なるべく消しとこう。うん。鉄剣もいつかなんかあったらいいだろうしな。あ、違う。ということで、まあ、ちょっと持ってあげる。間違い使っちゃいそうだから嫌だな。ってことで、まあ、これ看板立ってる家が自分で買えますって言われたね。看板ね、買ってね。看板じゃない、看板買ってね。でね、あちこちにポピー入ってたから、ポピーこれ回収して売ってもいいよね。最悪だけど。あとこれだね。これが教会。先に説明しておきます。これ教会で、これ教会に入って、中の神父に渡すと、こうやって帰ってくれるんですね。ということで、だから、いらないやつ全部売りました。倒したらいっぱいもらえるからね。で、貴族街はしばらく用はないと。まずは銀行で金塊を買っ取り替えて、家畜屋行って馬のスパンブロックを買う。ブロックじゃないね。その後上に行って手綱を置いちゃったから、手綱を買って無駄遣いで、サドルも買って、買えないかと思って焦っちゃったよ。サドル買って、馬の鎧ダイヤを買って、買って、馬を、スパーン！ポン！色。HP 微妙だぞ、こいつ。ダメだ。どんだけならねえんだ。おし。早いんだな、こいつは。まあまあじゃないか。まあまあ、まあまあまあ。ジャンプ力ね。これ外れじゃねえか、俺引いたのは。いやでもまあ、安定してるからいいよ。このちょうどいいスピードが大事だからね。うん。ってことで、これ多分いい人なんで、こっちだと思うよ。ほら、港町だ、ほら、やっぱり。おー、すげえ。港町すげえ。おー、すげえ。おー、すげえ。これはすげえ。やべえ。めっちゃテンション上がる。やばいな。これ楽しいな。あ、でもこれもちゃんと上手兵器あるんだね。やべえ、馬落ちないようにしねえと。馬落ちてるかもジエンドだからな。こっちはなんだ？これ、あ、そうだ。ティルマンさんが東大に行くって言ってたもんね。だけど、とりあえずなんか何かないか、ちょっとまずまた観光してみるか。よいしょ。で、なんか売ってるな。あ、これはもう大して変わらないのかな。だいたいもう、
なんていうのかな、あれはもう決まってるっぽいから、うん。あ、なんか、あ、入ってる、入ってるっていう、テクスチャなんだ、あれ。へぇ、すごいな。ほら、うまいくよ。でも特になんかあるっていうのないな。よいしょ。ちょっとお前そこにいなさい。観光しまーす。一軒目。行って。は？行った。行った。あ、こいつけ、こいつ短気だなお前。こいつも？行った。ひどいな。あ、これあれか。敵対しない。一応、モブ、動かないモブ？敵対しない。ってことなのかな？多分。いろいろ観光違いがあって面白いね。うわぁ、船いっぱいある。シップターミナル。船乗り場だ。船乗れんの？嘘。乗船受付、あ、乗船、あ、まだ乗れないんだな。よし。ってことで、じゃあ、まあ、ティルマンのところ行きますか。うん。一応、これ、エメラルドの数だけ見れるようにしとこう。おーいって。お前、なんで、いつ、どうやって中に入った、お前。うわ、勝手が飛び越えられないかと思って。こいつでも、あのさ、スピードが速すぎないから、ちょっとあの、サーバーとかマイクラに優しい。ちょうどいいスピード。いいね。うん。素晴らしい。ってことで、着いたから、よいしょ。つけれないだと。ちくしょう、ちくしょうめい！どっかに咲く、あった。ここにお参りなさい。たく。ついに肉がステーキにすり替わりました。肉がステーキじゃないや、食べ物がね。おぉ、なんかすげえ。かっちょいい、なんか、イカスープ。よいしょ。なんかないかな。なんだろう。おお。ティールマー、ティールマー。ティールマー。おお、いた、ティールマー。あれ？おう。技術とは、すごいものだな。そうだね、ティールマー。数十年前までは、地を張っていた我々人間が今では大空を旅することができる。この灯台から港町を眺めているといろいろなことを考えてしまうのだ。いい面構えになったな。重構えになったな。わからないな。すまないな。最後に会ってからまだ短いがいい経験を積んだように見える。そんな君に新しい仕事のオファーがある。今度前線を視察する軍の高官と、弟を護衛する任務だ。この任務を無事成功させることができれば、軍部や王宮に多少なりとも君の名前を売ることができる。英雄の証を持っていれば、港の国軍支部でクエストチケットをもらうことができるだろう。君はいい兵士だ。ぜひ任務に参加してもらいたい。もちろん強制はしないが。さて、受けるか受けないかは君次第だ。私はもう少しここで風に吹かれているとするよ。なるほど。ということで、じゃあクエスト受付、港町にもクエスト受付があるみたいなので、このクエスト受付にじゃあまず行きまーす。よし、こうかな。よいしょ。ということで、こうかな多分。あ、いたいたいた。国軍司令部人事官。英雄の証を渡せばストーリーミッション2。なるほどね。ストーリーミッション2、視察団護衛任務。もらいました。これもらったのを、渡すのはあの町なのか。多分。もらったはいいけど、使うのはあそこの場所なんだね、多分。うん、多分ね。使
うのはあそこなのか。なるほどね。ちょっと受付はここかな。ということで、どうすかな。いやーストーリーミッションだからな。じゃあここで終わりです今日は。はい、ということで、やっぱ短いな。いや、やめた。でもメインミッションはちょっと厳しいから、またサブミッション1個やってっか。うん。第三族やったら今度こっちだな。遺跡調査。変えない。いやー、嘘でしょ。いいや、じゃあ、行こう。やろ、やろ、やろ。はい。行きまーす。やっぱやることにした。殺弾、護衛任務を受け付けました。本日、弟と国軍の高官が国境付近に視察にします。視察団を護衛の騎兵と共になんとか守り抜いてください。それでは任務へ出発します。ご分を。ティールマー、旅人よ、ここで出会うとはな。腕前を拝見といったところか。もちろん腕前を見せる機会などない方がいいのだがな。まあ本当戦わないのがベストだからね。今回、とある村の付近で、我々視察団は、究極を取るのだがな。その村がなんと、私の故郷の村なの。あ、そうなんだ、ティルマンの故郷。殴れない。妻と息子に土産を買ってきたのだが、喜んでくれるだろうかな。喜んでくれるよ、ティルマン。しばらく、留守にしていたからな。あいつら、腹を立てているかもな。大丈夫だって、せっかく帰ってきたら喜ぶって誰でも怒んないから。まあたまに帰ったところで父親なんぞ邪魔扱いにされるばっかりだよ。ちょっと今歯にちょっと空気でブーってなっちゃったかもしれない、ごめんなさい。だがそんな家族でもたった一つの家族だからな。しっかりと稼いで食わせてやらないと。そうだね、それが父親だからね。無駄な話をしてしまったな。警戒を緩めるなよ。よし。頑張ろうぜ、ティルマン。おい、敵の奇襲だ。ボサッとするな。ああ、サドル持ってくればよかった。どこだ？ああ、来た来た。なんてこった。あれは、俺の故郷の村だ。お前は櫓に登って敵を攻撃しろ。俺は住人を避難させてくる。敵はない、村の内部に侵入している。装甲兵、前、装甲騎兵、前。装甲車、戦闘、戦車両、攻撃開始。この部隊の指揮官無能か。村の住人避難を待たずに村で戦闘を行うつもりか。みんな、裏山の森へ避難しろ、こちら。敵の攻撃を防ぎきれ。あばかしない。ウィザー食らってる。行くね、回復路。ああ。畜生。うわ、超強い。強い。はめ殺しすんな。任務は？村の敵の攻撃を防ぎきれ。もう負けちゃった一回。ちょっと、これあれだな。うわぁ、村をバンバン攻撃してんな、お前。当たるぞ、俺。出したら。ちゃんと抜けてるし。だいぶ倒したみたいだな、敵は。うわ、パンプキン、ギフチョウみたいな。一体だけだな、まあ余裕なんだけどな。複数で来られたところに、これウィザースキルとか。なるほどね。めっちゃ来るやん、お前。うわ、またいっぱい来たー。バカーン。うわーお痛い痛い。痛えよ。せめて一体でも減れば。後ろが見れないから怖い。チーのポーションはまあまあ回復量あるからいいわ。やばいな、これ。難しいな。なんだ石炭。
危ない危ない、これで間合い取れるからまだいいけど。なんてこった、タイタンだ、タイタンがいるぞ、撃てー、前走前走行車両、戦闘車両タイタンを狙え、護衛飛行区飛行船ドーンコーラスより主発信号、我敵のタイタンに向け爆弾攻撃を観光する、皆さん下がれ、ああ攻撃がまた来るぞ、やめろ、逃げ遅れたメロビトが大勢いるんだぞ、弾薬庫が開いている、早く全員避難しろ、最優先、村の中心部へ行き村人を避難する、あタイタン死んだけど、でも終わっちゃったよ、大丈夫、うわぁ、聞こえるかな、やっと見つけた、お母さんがこの世界に連れてきた人、かわいいな、私イレーネ、この世界の妖精、あれ死ぬのは確定だった、ここはあなたの夢、今あなたは生死の境をさまよって夢を見ているの、あなたはこの世界の破壊の未来、破滅の未来を変えるためにこの世界に召喚された人、だからこんなところで死んじゃダメ、何回も死んでますけど、この世界の未来を変えられるのは異世界から来た人だけだから、これから私はあなたと一緒に旅をする、旅をしてこの世界の未来を変える方法を見つけるの、協力してください、お願いします、いいだろう、今は私の力を少し借りしてあなたを治癒してあげる、一つしかない命なんだから大切にしてね、これから私はあなたのインベントリーの中に隠れてるね、いや俺何回も死んでるけど、今は夢の中だけど現実世界では小さいから、私あと一応魔族だし、この世界の人間って魔族嫌いでしょ、戦争してるから、まあいい魔族もいるってことだね、よいしょ、聞こえるか、ほら、あなたを呼ぶ声が聞こえる、もう行かなきゃ、うわ、とあるのぞ、おい、しかし、大丈夫か、ふう、なんとか命あるようだな、よかったよ、農村は制圧したよ、サズさんも無事だ、ただ多数のベラビトが爆撃に巻き込まれて亡くなった。その中に、ティルマンさんの奥さんと息子さんもいたそうだ。噛んでしまった。気の毒にな。目標、ティルマンを探せ。岩盤の下見ちゃうぜ。ああ、金塊!イェーイ!お金え、めっちゃ金貨落ちてんじゃん。あった、めっちゃ金あるじゃん。金。これまだいたのか。もういいよ。だって鉄。テーマどこにいるの？あ、いた、テーマ。テーマ。旅人よ。あ、痛い、バカ。生きていたけど、そう、死ぬ、スケルトンなの、お前、本当は。ちょ、危ない、バカ。仕方がないのだ。まさか、こんな日が来るとは思わなかった。すまんが、今は一人にしておいてくれ。アマンダ、エルク。山盛りきれなくて任務終了、報酬として金塊2枚が支払われます。まもなくエルグランデに帰投します。すまなかった、救えなくて、手間取らしたらベースじゃん。ねえ、ちょっとお願いあるんだけど。
いいかな。私の故郷の世界樹の森に向かってもらってもいいかな。そこであなたに渡したいものがあるの。将来絶対必要になるものだから。おお、そう聞いたらもう、あ、バカ死ぬ。世界樹の森はこの町の南の門を抜けて、ジャンプの抜けてさらに道なりに行かない。あと、もしよかったら、だけど、パンプキンいっぱい買っていかない？嫌だったら、別にいいけど、うん。よし、買ってあげよう。ってことで、南の世界樹の森に向かえ、ということで、ちょっと死にかけているけど、危ねえな。生きててよかったって言われた時に襲撃食らったからな、死ぬかと思ったぜ。はい、ということで、まあ、今回はここまでということで、まあ、次回は、世界樹の森という場所があるので、そこに行きたいと思います。その前に、まあ、ちょっといろいろ、下準備やら何やらしていか、した状態で、まあ、また多分家の前でスタートかな、ということで、ここまで、ご視聴ありがとうございました。それでは会いましょう。バイバイ。